文章特本は、谷崎純一郎が、読者向けに、文章の書き方、読み方を分かりやすく、記した、文章講座の随筆集。川端康成や三島幸男をはじめ、他の作家も、同じタイトルを踏襲した、文章講座をそれぞれ出版している。本校では主に、谷崎純一郎、川端康成、三島幸男の、文章特本について述べる。 文章特本のタイトルで1934年11月に中央公論者より単行本刊行された。谷崎純一郎自身がいろいろの階級のなるべく多くの人々に読んでもらえ、不目的で通俗を胸として書いたと前書きで記しているように一般読者向けに文章とは何か文章上達法、文章の要素と大きく3つの項目に分けて 以下のような趣旨の内容を綴っている。説明上、多様に引用を行って、国語の成り立ちや、現代文の形式やあり方について、説明を行い、日本の古典としては、サラシナ日記や、源氏物語の、スマノマキ、当時の現代文として、シガナオヤの、城の先にて、英文としては、セオドア・ドライサーの、アメリカの悲劇などが言及される。特に、 城の先にては、テーマの一つである実用と芸術の区別なきものの代表として称賛し、特に優れた文章として何度も引用される。数万部を売り上げとされる谷崎の文章特本には様々な反響があったが、総じて分断では否定的な論調が多かった。しかしながら、小林秀夫と川端康成は、 谷崎の文章特本を積極的に支持した。また、単純な文章の書き方以外にも、現在ではあまり問題視されないルビブリアク当店についての考察も行われており、2016年の新潮文庫版で解説を担当した筒谷須タは、現在においては谷崎が問題視しているほど重視されなくなっているものもたくさんあると評している。 1949年2月から1950年11月まで新聞商講座として雑誌文芸往来に連載され11月10日に赤根書房より新聞小特本のタイトルで単行本刊行された少年時代から源氏物語枕の創子を音読し親しんできた川端康成はその生命ある文章へのノスタルジーから 文章講座の筆を取った。常に、新しい文章を知ることは、それ自身小説の秘密を知ることである。同時に、また、新しい文章を知ることは、古い文章を正しく理解することであるかもしれぬと、前書きで記している。文芸評論家でもあった川端は、多くの作家の文章を引用し、名文の秘密を論じた、文章論を展開している。 内容は、第一章から第10章までに分かれ、さらに一つの章がいくつかの項目に分けられている。古典作品以外に引用されている作家は、芥川龍之介、石川敦史、宇野浩二、泉京花、長井花風、室生再生、横光利一、志賀直也、佐藤春夫、菊池博久保田万太郎、田山片井、フローベール、武者の孝二三屋津などが挙げられる。 川端の評論家、随筆家としての気質が発揮されている書である。なお、向井里氏は、川端の文章特本は、別人の大作だそうと曖昧な伝聞として一言、触れているが、伊藤正、瀬沼茂木との合作だと判明している、評論、小説の研究などは、文庫で再版していないのに必死新聞衣装特本は、 川端本人の著作として2007年に立花教養文庫で再販されている。川端の新文章特本大作疑惑については、丸谷斎一も自身の著書、文章特本中で大作と言われていると記している。1959年、雑誌、婦人公論1月号の別冊付録として掲載され、同年6月25日に中央公論者より、 単行本刊行された。三島の文章特本の特徴は、素人文学流星の風潮で、誰でも作家になれる形式の安易な文章入門書が、抜古していることに反対し、本物の作家にしか書けない、感傷的文章を解説することで、レクトゥールであった人を、作家としての必要条件であるリズールへと導く、ことを主眼に置いている。 具体的な解説項目は、第2章から第8章に分かれ、日本語の特質や、散文と陰文の違い、短編小説と長編小説の文体、評論や、議曲の文章、翻訳の文章の特色などが紹介され、それぞれを鑑賞する際の注意などが、具体的に書かれ、最後に、質疑応答が付されている。特に三島らしい点は、文章の、 拡張と気品を重んじているところである。約60名の日本人作家と約50名の外国人作家の文章について解説し、珍しいところでは山下清氏の文章にまでコメントは及ぶ。文中にて特に多く言及された作家としては、森鴎外、谷崎純一郎、志賀直也、プルースト、黒刀、ドストエフスキー、ゲーテ、ラディゲなどが挙げられる。 ありがとうございます。